今回はエコスマートライブのログインなどに使うメールアドレスの取得方法について解説を行いますエコスマートライブにはログインするためにメールアドレスが必要になりますすでに何かしらのメールアドレスをお持ちの方はそれをご使用いただいて構いませんがもしそうでない場合や エコスマートライブ用にメールアドレスを一つ作っておきたいという場合にはインターネット上のフリーメールサービスを使用するのが便利です今回はメーカーの推奨しているブラウザの Chrome を開発している Google が 同様にに提供してていいいる、G、メールについての解説を行いますただしこのフリーメールはさまざまな会社が提供を行っているサービスですがその過程でエコスマートライブの認証などを有害サイトとしてブロックしてしまうサービスがあることが 報告されています現在のところ日本で有名なサービスを提供しているところで例を挙げると Yahoo!Japan が提供している y a h o o メールなどがあります例えばこの y a h o o メールでアカウントを作ろうとすると認証の段階で、えー エコスマートライブのページが、えー、表示されないなどといった不具合が起こりますのでそのような不具合が生じた場合は Gmail でのアカウントを作成および使用を試みてくださいそれでは実際にアカウントを取得する手順を解説していきます Google Chrome の検索バーで Gmail と入力して Enter キーを押してください一番上に GmailGoogle のメールというページが出てくるので移動します画面が変わったら この右上にアカウントを作成という項目があるので、ここをクリックします。ここに、情報を入力していきます。 今、ユーザー名、えー、アカウントのあーメールアドレス、えー、を入力しましたが、す、え、で、ー、にこのように使用されている、えー、場合は、このように警告が出てきますので、入力内容を変更する必要があります。 続いてパスワードを入力しますこれは8文字以上入力しなければいけないのでご注意ください この携帯電話という部分は緊急用の、えー、番号というわけではなく認証の時の確認として使うためのものなので特に入力する必要はありませんただしこちらの現在のメールアドレスというのはこのメールアドレスの認証に一度だけ必要になるものなので もし何かのメールアドレスをお持ちの方であればこちらにそれを入力してくださいまたここにはここの上部に写真で表示されている数字を入力しますこれはこのページを表示,するために表示するたびに異なったものが表示されるので ご自身で読み取ってここに入力してください一通り入力したら一番下の次のステップというところをクリックします 入力内容に不備がなければこのような画面に移動しますここで真ん中のボタンにある「時事メールに移動」というボタンを押してくださいこのように受信トレイが表示されアカウントが表示されアカウントが作成されたことが確認できます 次回は今作ったメールアドレスを使ってエコスマートライブでのアカウントを作成する方法について解説を行います。